はい、皆さんこんにちは。こんにちは。RMCA 保険リスクマネジメント研究会の松本でございます。よろしくお願いします。同じく奥田でございます。よろしくお願いします。今回のテーマはですね、熱中症リスクについてということで、もう、夏本番のこの状況に今更というテーマではあるんですけども、まあ、今年に関してはもう6月ぐらいからいわゆるえげつない暑さで、本当に熱中症のリスクが高まっていて、まあ、しかもここ最近で言うと、その、コロナの関係でマスクをする人が多いので危ないなというふうに思って私は見てるんですけど、これ業務中に熱中症になった場合、これ労災認定される可能性でやっぱり十分ありますよね。まあ、当然ありますね。業務禁制があれば労災認定になりますので、うん、まあね、もう高温下でですね、もう休憩も取らずにずっと作業をやらせるとか、うん、まあ、ものすごいこう、ね、高熱の状況の中で業務させるとなると、まあ、当然労災になり、場合によっては安全配慮義務違反ということが言われる可能性は十分ありますよね。ね、例えばその屋外で作業をされているその作業員の方であるとか、まあ、そういう方々ってやっぱ結構その辺ケアをされていると思うんですけど、逆に我々のような営業職で街中こう歩いてる人たちってあんまりその辺のことを意識せずにやってると危ないんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。いや、それは確かにそうなんですよね、うん、で、まあ、この熱中症っていうのがかかりやすい人かかりにくい人、例えばね、まあ、ご年配の方なんかが亡くなったりしたりもしていますけれども、うん、その通常の業務活動の中でね、起きうるものっていうものが、まあ、どこまで業務禁止があるかっていうのは、うん、これは問われることがあるかもしれませんね、うんうん、だからまあもう本当の暑い日はなるべくもうタクシーを使うとか歩いたりとかせずにね、うんうん、まあそういった努力をしていくことがまあ大事になってくるかもしれませんね。まあ、そうですね。タクシーっていうとなんか贅沢な感じがしますけれども、うん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 、でもまあ炎天下で歩いて行かせてね、それで熱中症になって会社に出てこれないと、まあそういったリスクを負うぐらいだったらもうタクシーとかを使わせるなり、うん、傘は日傘は必ずこう持たせるなり、うん、何なりの対策をしておかないと、その労災云々かんぬんじゃなくって、やっぱ働けなくなる人が出てくるってこと自体が、まあ、企業にとってはリスクになったりもしますんでね。そうですね。ひどい場合後遺症出るって言いますもんね、日常ね、うん、みたいですね、うん、そうですね。とあとはね、まあ、厚生労働省も出してますけども、その屋外でのマスク着用の義務、まあ、しなくていいっていう、もっとこれ広まった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。もうなんとなくマスクしないと罪悪感を感じる人たちが多いんでしょうね。そうですよね、うんうん、いや、そうですね。僕もまあね、一人で外歩いてるときはマスクしないですけども、うん、なんかね、人とすれ違うときとか人混み入っていくときはやっぱりマスクした方がいいのかなって思ってしますもんね、うんうん、そうですね、うん、まあ、室内とかね、うん、電車の中なんかは当然、うん、ほとんどの人が してますからやりますけども、うん、いや、そうなんですよ。なんか炎天下の中マスクして汗だくなって歩いてる人見ると熱中症のリスクもありますけど、こう不衛生なんじゃないかなっていうのもあってまあそういうのもありますよね、うん、まあ、違うリスクがあるんじゃないかなと思うんですよね、うん、でもなんかもうここまでマスクが常態化してしまったら、なんかもうマスクしてることの方がその通常の状態で、うん、マスクを外すことに抵抗感を持ってるような人たちが結構やっぱいるような気がするんですよね。いるですよね、うんうん、そうなるともうね、マスク禁止って言わない限りずっとマスクを本当し続けるような人結構いると思いますよ。ですね。だってもうなんか、いや、正直言って効果ないじゃないですか。まあ、あんまりね、まあでも、またね、今増えてきてるじゃないですか。増えてきてて、また集まるのをね、自粛しようとかっていうふうなムードになりつつありますけれども、うんうん、まあこれ本当どこまであれですね、意識するかっていうのは人によって違いますので、特にもう今はね。そうですね。うん、うん、まあ、2年前のコロナがスタートした頃はね、もうみんながやっぱり怖いっていう認識があったので、うん、
まあ当然集まるなんてありえないとか、はいはいはい、酒飲みに行くなんてありえないみたいな話でしたけども、今全然違いますからね、そういう状況とは。ですね。いやいや、確かに。まあまあ、ちょっとあの話がコロナの方に行っちゃいましたけど、この熱中症ですね。で、まあ、それで言うと、本当にこんだけ暑いと、なんていうんですかね、昼の休憩を長くするとか、サマータイムとかってしていった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それもそうですよね。実際、通勤時間もね、まあ、ちょっと朝早い時間にね、通勤するとかってこともあるかもしれませんし、うんうんうん、まあ、おっしゃるように、そういう柔軟な働き方っていうものですね、うんうん、必要になってくるかもしれませんし、ね、まあ、この暑さによって、さらにテレワークっていうものが、うん、増えてくる、うん、あるいはオンライン面談とか、オンライン商談、うんうんうん、炎天下の中をですね、こう歩き回るとか、移動するっていうことであれば、もう、オンラインでやりましょうっていうのも、うん、まあコロナがあったからってわけじゃありませんけれども、そういうふうになってくる可能性もありますよね。そうですね、うん、とあとはそれとはあれですね、私今日は下流市来てますけど、もう今度の夏は下流市でいいと思うんですよね。いやでもね、今あれらしいですね、子どもとか小学校とかでも休み時間も熱中症があるから外に出さないとか、うん、そういうところもあるらしいですもんね、うん、まあでも危ないですもんね、うん、でももう結局でもね、そんなこと言い出したら、うん、もうまあある意味ね、熱中症っていうのは確かに体が強い弱いとかいろんな個体要因もあると思うんですけども、うんうん、もうでも何でしょうね、暑さに慣れないと、もういつまでだっても外に出れなくなりますよね。それはあります。本当に。それはあります。うん。もう暑い日は外に出るのやめようみたいな、うん、みんながそんな発想になってしまうと、うん、これはこれでやっぱり問題があると思うんですよね。そうですね。うん。うん、だからまあ、うまくね、例えばそのね、おっしゃったようにその日傘使うとか、うん、例えばそのね、熱のこもりにくい服装にするとか、うん、そういう方策、ね、方法で、対処していきながら過ごしていくしかないですもんね。そうですよね、うん、まあ、僕なんかもね、もう本当バカ正直にこうやってスーツ着てあれしてますけど、いや、まあ、僕は僕でこうね、出張が多いですからね、うん、上着を持っとかないといけない時もあるからと思ってあれしてますけども、まあもうそういうのを強要する時代では全くないですし、そうですね、もう涼しい格好で、最近なんか小型の扇風機持ってる人めっちゃ増えましたよね。増えましたね。うん、ね、うん、まあああいうのをもう持ち歩かせてるとかっていうことも、まあ熱中症対策としては、まあ個人としてやるのもそうですけども、うん、企業としてそういったことをもうやらせるっていうことも、うん、まあ、大事かもしれませんよね。そうですね。うん、いやでもまあいいことだと思うんですけども、大阪市内でもだいぶ男性の日傘が増えてきましたね。おもう見かけるようになりました、だいぶ、うん、あとはね、帽子をかぶるだけでも全然違うみたいなんですね、うん、うん、そうですね、うん、だから帽子をかぶるなり日傘なりね、うん、まあそこはね、各人が気をつけなきゃならない側面もあるんですけども、まあ企業としてもあれですね、配慮していくっていう必要はあるかもしれませんね。そうですね。だからそのね、ね、先ほど言いました、屋外で作業をするような業種さんだったらそこの部分は多分徹底して対策されてるんですけども、そうでもそうじゃないけども、そのいわゆるその外出をするような業種であれば結構ね、その対策がおろそかになってる可能性あるので、そこは見ておかないと怖いですよね、うん、そうですよね、うん、うん、ね、だってこの真夏の草暑い時に飛び込み営業をさせてて、でね、3時ぐらいにもういたらもう熱中症でもう脱水症状でダウンしたとか言ったら笑えないですからね。なんか昔だったらなんかそんなの当たり前だろうって言われてたような気がしますけど、今の時代はやっぱり違いますよね、うん、それは昭和の営業です。うん、まあでもそうなってくるとやっぱりもうオンライン商談とか電話のアポイントとか、うん、まあ多分そういったものが増えてくるんでしょうね、きっと。そうですね、まあ、そういう意味でそこの部分は変わって、まあ、変わっていくのはいいとは思うんですよね。うん、ですね。確かに。
いやいや、でもまあ、例年暑くなるのが早くなり、涼しくなるのが遅くなってますから、今年はどこまで暑いんかなと思ったりもするんですけどね。いやでも本当ね、ゴルフとかしててもね、もう本当熱中症になりかけることありますもんね、僕もね。危ないでしょ。危ないですよ、本当に。水飲んどかないと。ね、だって昔それこそもう、ね、ゴルフやった頃って脱水症状で足つるんですよね。で、なんか各ホールにはなんか山盛り積んである塩を舐めながら回った記憶あるので。いやーでも本当に気をつけないとね、我々も年取ってきましたからね。そうですね。いや、くれぐれも松本さんもご注意いただいて。本当ね、でもこれ、まずはね、セルフケアですよ。自分できちんと、自分のね、体が強い、弱いとかね、熱中症になりやすい、なりにくいのは、それぞれあると思いますから。みんな統一的なことをするっていうのはね、あれですけど、まずはセルフケアをして、企業としてはやっぱり、業務内容に応じてね、何らかの配慮をしていくってことを、これからやっぱりもう、これだけ熱くなってくると、やっていかざるを得ないでしょうね。まだまだ暑い日が続きますので、皆様もくれぐれもご留意いただいて、営業活動に頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いします。では、今回はこれで、終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。